みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと274日となりました。みなみです。マイアミではありません。復活。タバコ吸ったりさ、お酒飲んだりさ、一人の時に手持ち無沙汰になって我慢できない系の我々でも、お菓子も同じだと思うんだよ。結局赤ちゃんがおしゃぶり加えてんのと一緒ですよねって思ったし、春ですね特に何かがしたかったわけじゃない。前田まどかさんと話したんですけど、春はやっぱりこう雪解けでこういいものも悪いものも、いいものと悪いものって区別があんま好きじゃないけど、全てこう雪解けとともに出てくるねっていう話をついこの間まどかさんとして、そうだなって思いました。やはりまどかさんは詩人ですね。すごいなんかそういう感性がすごい好きです。なんかこう生きてると偏見まみれじゃないですか。ステレオタイプもあるし、レイシストもあるし、こう、ああやべ。ですが、やはりできるだけ偏見はないように生きていこうと思いつつ。できてるのかなって思いつつ、ドトール探してたんですけど、もしかしてあの目の前にあるやつはそうかな。まあ、引き続きね、ちょっと調子があんま良くなくて、まあ、昨日より全然マシですけど、まあ元気に暮らせるように頑張りたいと思います。元気に暮らせるように頑張りたいと思います。まあ、みんな大変だよね。なんかそのみんな大変であるということを理解できなくなったら終わりだなって思ってるんですけど、一番緑茶が見えちゃった言いつつもなかなか理解できないこともありますよね。今日は花粉の薬を飲んでないんですよ。飲んでないんだけど、まあいいかな。飲まなくていい時は飲まない方がいいと思うんだよね。やっぱね、調子おかしくなる、やっぱね、それの原因の一つだと思うんだよな。昨日の体調不良は特に。だからできるだけ健全でいれるようにしたいと思います。あの髪は青くしたんですけど、意外と好評で良かったなと思いますね。さて、ちょっと腕が痛くなってきたんですよ。腕が。自分で持って撮影するって疲れるよね、意外と手がね。むくんでんだよな、顔が。いいよね、ほらほら、青い髪よ。青でしょ
暖かくなってきたので野外ロケが増えてますが、夜絶室内でも撮るよっていうね。まあ元気に頑張りましょうや、かましてやろうぜ人生かわしてやろうぜ人生ということで頑張りましょう。じゃ皆さん良い一日をお過ごしください。では。Habia una ni